ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。まだ終わらないのと不安を隠しきれないまみぞうじゃ。今回は2021年度工学院大学の高校別合格者数の発表です。一般入試の合格者数じゃ。では、読み上げ開始です。第26位水戸第一高校、川口北高校、所沢北高校、大宮北高校、山手学院高校、第22位浦和西高校、蕨高校、八王子東高校、町田高校、第19位県立太田高校、県立浦和高校、北園高校、第14位竹園高校、武蔵野北高校、日野大高校、上溝南高校、津市海星高校、第13位豊島が丘女子学園高校、第11位市立浦和高校、南平高校、第10位厚木高校、第8位海地高校、吉祥女子高校、第7位八王子学園八王子高校、第6位海老名高校、第4位東邦高校、平塚江南高校、第3位金城高校、第2位桐蔭学園高校、第1位県立相模原高校。ここまで、工学院大学の合格上位校を発表しました。それでは、またのご視聴、お待ちしております。